ガオちゃんの西成チャンネル。はい、どうも、西成区住みます芸人ガオちゃんです。ギャオ、西成区から神戸の方に来ています。ね、実家が神戸の方にあるんで、たまにはね、戻っておこうかなと思いまして、まあバイクで、帰っております。まあセミがねこうやって鳴いてますけども、もう夏もちょっと後半で切ないんですけども、気温も30ぐらいで暑いけどちょっとね涼しめで気持ちいい感じでございまして、でね、神戸に来たらね、僕は大体いつも行ってるのがラーメンのモッコスですね。こちらモッコスのラーメン食べて帰ります。いつもね、絶対来るんですよ。ちょっと並んでますけども、ちょっと並んで食べたいと思います。西成チャンネル。西成チャンネル。あ、うますぎました。これでね、やっぱ神戸帰ってきたって感じしますね。たまらんですね。やっぱソウルフードというか、ガツンときますね。ちょっと軽く神戸とか感じながら、実家の方戻りたいと思います。なんかね、やっぱ子供の時見てた景色やからね、ビル、同じ昔見てたビルとかも今見たらちょっとちっこく見えたりしますね。不思議です。あ、トゥクトゥク走ってる。トゥク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 走ってましたね。神戸もトゥクトゥク走るようになったんですね。西成にもトゥクトゥクあるんですけどもね。まあ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 。西成チャンネル。ということで、ちょっとハーバーランドの方にやってきました。気持ちいいですね。ちょっとね、海辺でコーヒーだけ飲んで行こうかなと思ってます。神戸ですなぁ。落ち着きますわ。ハーバーランド。はい。黄昏に行きました。素晴らしい。船とかもありますね。感じますね、この神戸のパワー。マウントレインには飲めたいなと思ってたんですけど、あ、普通の缶コーヒーにしましょうか。缶コーヒーでも飲んで、ゆっくりしたいと思います。コーヒー探してたんですけども、力水見っけたんで、力水でちょっとかましたいと思います。なんかえらいおしゃれですわ、この辺やっぱりね。まあモテたらね、こういうとこもガンガン来れると思うんで、はい。まあモテるようモテるように動いていきたいなと思ってます。ちょっとね、モテたいな思って服をちょっと見に行ったんですけどもね、僕自分で服選べないんで、多分ね、自分で選んだやつダサいんですよ。だからね、後輩のあの職人の奥くんとか、生ファラオの石川くんとか、大阪クレオパトラの藤原理恵ちゃんとか、ダブラドンしんべヱさんとかに相談というかね、あとまあシカゴ実業の山本プロ野球くんとかね、結構ファッション系のアドバイザー芸人にいつも、まあ、許可もらわな、僕 服買ったらダメなんで、申請通さなね、ダサい服買ってまうんで、なんか買おうかなと思ったんですけど、やめときました。またちゃんと、申請通せるような、ファッション申請通せるような、芸人と、まあ、秋とかね、また服ないんで、なんとかしたいなと思います。西成チャンネル。ということで、兵庫区にある朝日温泉ですかね、と天然温泉の銭湯があったんで、ちょっとここ浴びて帰りたいと思います。こんなんだよ、初めて行く西成チャンネル。お風呂でした。休憩所もあってね、こういう感じで、サウナとで屋外の露天風呂、水風呂と整い椅子とありまして、でね、温泉が湧いてまして、有馬温泉と同じ湯が湧いてたりとか、熱いお湯とかかけ流しのもう冷たい温泉とかもあって、結構バリエーション広くて良かったです。整いました。実家帰りたいと思います。近道しようと思ったらめちゃめちゃ山ん中入ってきてもうて、わけわからんとこ来てもうたで戻ります。かなり山奥になんか入ってまいりました。やばいです。帰ります。西成チャンネル。まあなんもないですけど、一応ここが僕が昔住んでた部屋ですね。クーラーなくてもいけるね、この。もしもし。おはようさん。おはようさん。めっちゃさん。うん、どうしたん。そう、久々に実家帰ってきて。実家。うん、あ、そうなんや。そうそうそう。いいやんか。うん、この年になってあんま実家帰ったりせえへんからな。ちゃんと帰っとかなあかんからな。まあまあ、ちょっと。三浜のお母さん。うん。三浜のお父さん。うん。おるな。父三浜。父三浜。あ、わしの、ガオ三浜の親、父やから、父三浜。うん。母三浜。母三浜な。父三浜。母三浜。ガオ三浜。三浜。まあでも実家は帰った方がええで。うん。実家帰りたいけどな。うん、帰られへんわ。実家も甘じゃなくなったし、今福岡に実家変わってもったからな。切ないな。いや、マジで切ないわ。うん。まあまあまあ。まあまあ、めちゃさんも元気で。めちゃさんも体が気ぃつけて。うん。
ありがとう。あんたもな、元気で。頑張りや。はいはい。アイス。ありがとう。よっしゃー。はい。ああ。このままカルビールに入れてもええな。石成チャンネル。家では結構庭でバーベキューすることが多いです。そこでちょっと肉をこれ食べたいと思います。いい感じで石成チャンネル。お腹いっぱいだね。昔子供の頃よう行ってたお風呂屋さんがあるんで、そこちょっと夜もう一発濡れに行きましょうかね。ちょっとだけね、ダラダラして、風呂行きたいと思います。ちょっと、銭湯の方行っていきたいと思います。銭湯とか昔行ってたね、湯屋の里っていう。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。到着しました。ここはですね、湯屋の里という、神戸の妙谷っていうところにある、妙谷っていうんですかね、湯屋の里という昔からあるね、銭湯で。なんやったよう来てましたわ、ここ。ちょっとね、雰囲気も変わってて。まあ、リニューアルとかも何回かしてそうな感じですね。楽しみです。久々ですなぁ。石成チャンネル。最高でした。久々にね、子供の頃とか学生時代よく来てたんですけどもね、昔は夜中もやってて、今はちょっと、時間目でやってる感じでしたね。昔と変わらん感じでありながらも、なんかね、お湯の質が変わったりとか、ちょっとテイストはちょこちょこ変わってて、めちゃくちゃ良かったです。サウナも良かったし、露天風呂が2箇所あったんで、で、整のいい座って、めちゃくちゃ良かったです。ここはやっぱいいですね。なんか、久々に来て改めて、ここめっちゃ良かったんやと思います。神戸帰ってきた際は、湯屋の里行きたいですね、また。最高でした。石成チャンネル。あとはちょっとダラダラして、まあ、インスタライブをちょっとして、なんやかんやして、もう早めに寝て、明日帰ろうと思います。ドライブがてらいろいろ回ったんですけど、なんかね、結構街並みが軽めに変わってて、染み色もありましたね。なんか、麦茶うまい。早い時間なんですけども、かなり眠たい状態に持っていったんで、寝たいと思います。いろいろね、作業しようと思ったけど、やっぱりなんか意外とできないもんですね。気持ち高まりましたね、いろいろ。変わりゆく街並みとかも感じながら。やっぱ静かですね、大阪と比べてこう。まあまあちょっとね、寝たいと思います。明日。ああ。ギャオパオ、ギャオパオ、ギャオパオ、ギャオパオ。石成チャンネル。寝ました。神戸から西成に帰ってたんですけども、なんか食おうかなと思って、結局、モッコス西谷川店で、2日連続モッコスを食べて帰ります。これで帰りたいと思います。西成、西成、西成チャンネル。